ウクライナへのロシア軍の侵略が始まってから間もなく1年となるけど、ここまでのところは戦力で大きく勝るロシアが短期間でウクライナを降伏させる妥当という大方の予想を覆して、アメリカをはじめとする北大西洋条約機構 NATO の軍事支援を受けているウクライナが検討していると言えるよね。そのウクライナに対して NATO は、その数においてロシア軍と比べて圧倒的に不足しているとされる主力戦車の供与を決定したらしいな。支援があってこそウクライナは戦えているし、この決定は嬉しいニュースだろうね。さて今回は西側諸国によるウクライナへの新型戦車供与について、詳しく解説していくよ。それじゃあ行ってみよう。ゆっくりしていってね。アメリカ製の M1 エイブラムス、イギリス製のチャレンジャー2、そして NATO 標準戦車とも呼ばれているドイツ製のレオパルト2などの供与が決定されて、早いものは3月中に引き渡されることになり、ウクライナのクレバ外相は1月31日に、これら NATO 諸国から第一弾として供与される戦車が120から140両になるとの見通しを明らかにしているよ。この西側諸国の主力戦車提供に関して、2月15日付のウェッジオンラインに、日本大学危機管理学部危機管理学科教授で自衛隊 OB 元陸将補の、吉富望氏が懸念を示す投稿をしているみたい。吉富教授はまず、ウクライナ国内における戦線が総延長で 1500km に及ぶことを指摘し、第一陣として供与される120から140両は特定の敵正面で集中運用されるのではないかとしていて、そのために投入した戦線では勝利を収めたとしても戦局を打開するまでには至らず、戦闘を重ねるにつれて稼働率が低下することなども考え合わせると、西側諸国がその後も引き続いて戦車の提供を継続できるのかについて懸念しているほか、固有の予備部品や修理機材の準備が必要だと指摘したよ。これに対してインターネット上では正論としながらも、昨年9月にウクライナ軍が北東のハルキウ州を奪還した際の犯行が、当初は南部戦線で犯行を開始するとしてロシア軍の意識を南部に集中させた上で、ピンポイントにハルキウ州で犯行を開始した陽動作戦が成功したことを挙げ、強大な戦線を防衛することはロシア軍にとっても負担であり、情報戦によって兵力を分散させた上で一点集中攻撃によって、戦線を突破しロシア軍をパニックに陥れることができれば、もともと戦意が薄いロシア軍があっけなく崩壊する可能性は高いとする指摘があるぜ。また、供与された戦車の稼働率低下については戦車を提供する国はそれぞれ、戦車を単体で供与せず弾薬はもちろんのこと、操縦と整備のための訓練の提供や必要なパーツから戦車回収車などの提供も表明しているとして、吉富教授の懸念が単なる器具にとどまるだろうとの見方が多いな。さらに吉富教授は戦車運用についても述べていて、また、戦車は決して無敵万能ではなく、戦車が戦力を発揮するためには、戦車を援護支援する機能が不可欠だとして、ロシア軍の歩兵が携行する対戦車火器は大きな脅威であり、歩兵を制圧するには戦車に随伴する歩兵や戦車の前進経路周辺を砲撃する砲兵が必要となり、砲兵は戦車を砲撃する敵の砲兵を制圧する上でも不可欠だとした上で、さらに空から戦車を狙うロシア軍の航空機、対戦車ヘリコプター及び攻撃型ドローンに対処するために、防空部隊による支援も欠かせず、その他にも戦車部隊の上空を援護する戦闘機や、仕掛けられた地雷処理やとか作戦を支援する工兵も重要だと述べているね。これらのことは戦車を中心とした機構部隊運用における常識的なドクトリンであり、一般論として否定されるものではないけど、これについてウクライナの戦線においてはこの一般論が当てはまらないとの指摘があるんだ。それは2022年2月24日の侵略開始以来、航空戦力において圧倒的に優位に立っているロシア軍が未だに航空優勢を確保できていないことにあるとされ、2023年になって東部ドンバス地方で攻勢に出ているロシア軍地上部隊に対して、ロシア空軍による空爆などの援護が全くなされていないことからも明らかだよね。昨年の反攻時においても、ウクライナ軍に対してロシア軍の航空機や、
対戦車ヘリコプターによる空爆や攻撃型ドローンによって戦車などが破壊されたとの情報は皆無であったことから、吉富教授の指摘している戦車への様々な援護はあればそれに越したことはないけど、伝わってくるロシア軍の現状を思えば必ずしもなければならないというものではないとの見方が多いみたい。また、吉富教授はウクライナ軍の兵士は供与される戦車の整備や修理に関する教育訓練を受けてはいるが、高い技術を要する整備や修理については米英独の技術者の支援が必要であり、そのための体制づくりも必要だとして、このように、供与された戦車の戦力発揮のためには、戦車を前線で援護支援する機能及び後方支援機能を整えておく必要があると述べて、これらクリアできているかについての懸念を示しているが、これついても西側諸国はそのようなサポートも含めて提供することを明らかにしているとする反論があるよ。そして、これら西側戦車が戦線に投入された後にそれらが撃破されたり路獲されたりした場合、そのことをロシア側が喧伝することでロシア国内の士気が高まり、西側諸国におけるウクライナ支援の機運がしぼむことを吉富教授は懸念しているのであるが、ロシア側のプロパガンダは今に始まったことではなく、仮に赤の広場にレオパルトにやエイブラムスなどが晒されたとしても、西側諸国ではそれがウクライナにおいて撃破したり路獲したりしたものとは限らないとして、冷静に受け止めるだろうと見られているな。この他にも吉富教授は米英独の高性能の戦車が捕獲された場合、ロシア軍はこれを徹底的に研究して技術情報を獲得し、自らの能力を向上させることになり、そしてその情報は中国にも伝えられ、中国軍の能力向上にもつながるだろうとして、これは、米英独のみならずロシアや中国の軍事的な脅威に直面する国々にとって由々しきことだと述べて、万が一戦車が戦場で捕獲されても、重要な技術情報がロシア側に渡らないような措置スペックダウン、破壊装置の取り付けなどが必要だとしているよ。しかし、このことについてもインターネットなどでは、米英独が提供する戦車は新型戦車ではあるが、すでに数々の国が運用し多くの実戦に参加している戦車であり、各国ともに最新の技術を搭載した最新鋭のタイプを提供するわけではないと指摘する声があるぜ。チャレンジャー2を供与するイギリス軍では、現在これらをグレードアップしたチャレンジャー3が主力であり、ウクライナへ供与されるのは近代化改修が行われずに退役する予定だった車両とされているほか、おそらく最も多い車両数が供与されるレオパルトには最新タイプの A7 ではなく、古いタイプの 2A4 がほとんどと見られ、さらにドイツ軍においては次世代の主力戦車の開発が進められているからね。そして現在やはり次世代主力戦車としてエイブラムス X の開発を進めているアメリカが供与するエイブラムスは、現在の主力である M1A2 であることが発表されているけど、M1A2 には多くの派生型がありどのタイプが供与されるかについては公表されていないみたい。アメリカ国防省の発表によれば、ウクライナに供与されるエイブラムスはアメリカ軍に余剰在庫がなく、新たに製造されたものになるため数ヶ月を要するとされているよ。しかし、海外への緊急展開のための備蓄が豊富なアメリカ軍が30両ほどのエイブラムスを用意できないはずはなく、ロシアに知られたくない最新の技術や装置を外した車両を急ぎ生産して供与するのであろうとの見方が広がっているぜ。吉富教授の懸念は提供する側の NATO においては当然想定しているものとみられ、インターネット上では全て解決された上で供与されるのであろうから問題はないとして、問題視はされていないみたい。それじゃあ今回はこの辺で。よかったら、チャンネル登録してね。